三笘さん、パスもナンバーワン、スタッツで証明される。三笘派パスでも印象的なスタッツを残している。スイスの調査機関、スポーツ国際研究センターの公式 X によれば、三笘派今季のリーグ戦で90分あたり 2.89 本のキーパスを記録しており、これが欧州5大リーグで1位となっている、2位のセルタのスペイン代表イアゴアスパスの 2.16 本を大きく上回った。三笘派ドリブルやパス派超一級品、あと足りないのは何度も言うけどシュート力。ドリブルで抜けるからキーパスが出せるのはあるわな。去年みたいに中に切り込んで、ミドルズドンをシーズン早いうちに決めたいね。一発決めれば対戦相手の対応が後手後手になるしさ。三笘派ドリブルに特化しすぎて、キック派そんなに練習してこなかったのかね。フリーキックを任されるくらいのキック精度が欲しいよな。例えばメッシ派どうやって全てを習得したのかね。香川だってお世辞にもシュート力あるとは言えないけど、一時量産してた、タイミングとかモーションとか技術、経験でアップできるところ派向上してくんじゃね。アシスト期待値の鬼、三笘、ゴール期待値の鬼、ファーガソン、このセットより上おらんかもな。